モーリス・エヴァンスは、アメリカ合衆国カンザス州ウィチタ出身のバスケットボール選手。身長196センチメートル。体重100キログラム。ポジションは、ガード剣フォワードのスイングマン。大学は、地元ウィチタ州立大学に進学。そこで2年間プレーした後、テキサス大学オースティン校へ転校。2001年の NBA ドラフトにエントリーしたが、 どこにも指名されずフリーエージェントとして、ミネソタティンバーウルブズと契約。ウルブズでは10試合出場した。そのシーズン後、ヨーロッパに渡り、2002年はギリシャのオリンピアコス、2003年はイタリアのパルダ・カネストロ・トレビーゾと契約した。2004年にサクラメント・キングスと契約し、NBA に復帰。2005から2006シーズン前、デトロイト・ピストンズに移籍。 リチャード・ハミルトンやテイショーン・プリンスとの控えとして80試合に出場。平均5.0得点、2.0リバウンドを記録した。2006から2007シーズン前に、ジェイック・サムとの交渉権とのトレードで、ロサンゼルス・レイカーズに移籍、2007から2008シーズン序盤にまたもトレードで、オーランド・マジックへ移籍した。マジックでは47試合に先発出場し、 平均9.3得点、3P 成功率約4割とキャリアハイを記録した。2008から2009シーズン前、毎シーズンまで、シックススマンとして活躍していた、女子チルドレスの後釜に期待されアトランタホークスへ移籍した。ホークスで2シーズン半プレーした後、トレードでワシントンウィザーズへ移籍した。激しいディフェンスとスリーポイントを得意とする。 またガードながら跳躍力が素晴らしく時折パワフルなダンクを決めることができる。ありがとうございます。